ません、聞こえないという声が多かったのでマイクを使いました。次はあの4つのマズルカを弾きます。今あの短くですけどお話をします。マズルカはショパンにとってはあの日記のようなものです。彼の心の中のその何ていうかこう訴えっていうものを全てマズルカにその捧げているので、毎日書いたりしているので日記と言われています。I saw him, so I didn't listen to you. I'm sorry. This set of mazurkas was composed in probably the worst period of Chopin's life. あのショパンのその人生の中で最も最悪な時期に書かれたその日記であると思います。He was very, very sick. 彼はとても病気で。Even in the Polish newspaper, there was a news in Warsaw. There was a news that Chopin died.あのポーランドのそのワルシャワのその、あの新聞にはもうあのショパンは亡くなったっていうふうに報じられました。ショパンのそのお父さんは驚いて、あ、君は生きてるの、どうなのっていうふうに手紙を書いたそうです。そしてあの、なぜかというと、そのフィアンセがいたんですけども、そのフィアンセと結局あの決別、別れることになったからです。あのいろんなその習慣がその4つの中のマズルカに全て入っています。一つのモチーフとそれを繰り返して、最初は静かで、そして激しくなります。 and all the opposite.So number one, number two. Number three is like this. Opposite. 一番と二番はその静かで激しく、静かで激しくなるんですけども、三番目だけは逆で激しく静か、激しく静かになっています。なんでこういうふうに作ったのかは私たちもちょっとわかりません。And after four mazurkas, I think4つのマズルカを弾いたら、ショパンのソナタを弾きますけれども、後期の作品になります。It has four movements. 四楽章からなって、In the first movement, we will hear two themes. 最初の楽章なんですけども、2つのテーマからできています。So a little like in the scherzo. スケルトンみたいな、あの、さっき弾いたスケルトンみたいな感じです。And the second theme, which comes after maybe 2 minutes music. 2 minutes? Yeah, around, maybe. After 2 minutes of music, there will be the second theme.2 minutes. 2分後ぐらいにその次 の, あのテーマが来ます。あの前のスケルトンとは違って一つのメロディー、 It's not one. 一つのメロディーではないということです。
4つのメロディーが奏でられています。そういう名のショパン、普通その作曲家っていうのはその4つのメロディーを別々のソナタを作るっていうふうにすると思います。あの多分彼はもう間もなく自分は亡くなってしまうだろうということを把握していたんだと思うので、その4つのその美しいメロディーを4つずつ作る時間はないと思ったので、4ついっぺんにそのメロディーを入れてしまったんだと僕は思います。2楽章はスケルツォです。あのこれだけはその楽しい感じにそのジョークを言ってるような感じに作っています。三楽章ですけど、あのこのソナタで最も大切な部分になります。この三楽章のために1楽章と2楽章があって、その3楽章に向かっていると思って聞いてください。そして、4楽章は結論になります。Thank you very much for coming tonight. By the way, you said that. Yeah, yesterday we have some discuss, and you said that the message of soul. You said that.彼は自分でこの三楽章、彼はとても好きなので、この三楽章はまるで魂をマッサージしてるかごとくっていう、私はよくわからないんですけど、魂をすごくマッサージしてるかごとくのように弾いていると言っています。とっても綺麗で、最も綺麗で私はすごく好きです。そして、and you have a recording and today's CD, right? Yes. ということなので、番宣になりましたが、CD にも、今日の CD にも入っております。今日来てくれて、本当にこんなにたくさんの方が来ていただいて、本当に感謝しております。今日は私 の, 日本での初めて の, 初めてのデビューですけど、デビューリサイタルになります。いや、もう多分僕はもう弾かないといけないので弾きます。
Thank you.
Thank you.
しまして本日の演奏を終了。